俺の名前は秋月英二。うちのクラスには氷の女王と恐れられている風紀委員の女の子がいる。ワルオくん、髪の色を明るく染めるのは校則違反だと何度も言いましたよね。もういっそ丸刈りにしてあげましょうか。こんな感じで校則を守らない生徒には恐ろしく冷酷なんだが。英二くん、ほら、ほっぺにご飯粒がついてますよ。ありがとう。どういたしまして。こうして二人きりの時は俺にだけ甘すぎる女の子だったりする。どうして葵さんとこんな仲になったかというと、きっかけは半年ほど前に遡る。父さんな、再婚することにしたんだ。え、ある日親父の再婚でクラスメートの葵さんが妹になった。両親はもともと夫婦だったが、俺たちが物心つく前に離婚していたらしく、久しぶりに再会してやり直そうという話になったらしい。そんなわけで高校2年の春、双子の妹ができたと思っていたんだが、今更英二君のことを兄弟なんて思えませんから。まあそうだよな。俺と葵さんは学校では犬猿の仲、もろもろの事情で身だしなみがだらしなかった俺は、風紀委員の葵さんから毎日のように注意をされていた。だけど同居生活を通じて徐々にお互いのことを理解していき、気がつけば惹かれ合っていたことに気づいてしまった俺たち。思いを抑えきれなくなり、二人で両親に全てを話した結果、葵さんのことが好きなんだ。いいんじゃないか。え、そうね、二人は別に血がつながってるわけじゃないし。俺と葵さんは父さんと母さんの前の結婚相手との間にできた子で、小さい俺たちを連れての再婚だったらしい。その後俺たちが物心つく前に一度別れ、今回よりを戻すことにしたとのこと。こうして俺にやたら厳しいクラスメイトが俺にだけ甘い恋人になったんだけど、同居している両親の目が気になって俺たちの仲はなかなか進展せずにいた。今日は寒いな。もうすぐクリスマス、冬ですからね。葵さん、去年のクリスマスはどうしてたの？俺といって特には、お母さんはお仕事だったのでケーキとプレゼントを用意してお祝いしたくらいですね。エイジ君は？俺も似たようなものかな。俺も父さんもイベントごとには疎くて、毎年父さんが仕事帰りに買ってきたケーキを食べるくらいだった。今年はどうしましょうか。そうだな、せっかく家族が揃ってるし、みんなで食事にでも行ければいいと思うけど、夜にでも父さんに聞いてみようか。そうですね。でもせっかくならエイジ君と二人きりで。あ、何か言った？いえ、何でもないです。今年のクリスマスなんだがな、二人とも開けておいてくれ。何か予定でもあるの？前に父さんたちとダブルデートしようって話していただろ。せっかく家族が揃ったんだし、今年は家族みんなで過ごそうと思って、山奥にある温泉付きのログハウスを借りたの。仕事が忙しくてできなかったから、ちょうどいい機会だと思ってな。わかった、ログハウスだって楽しみだね、葵さん。うん、そうですね。こうして俺たちは家族4人でクリスマスを過ごすことになったはずだったんだけど、数日後旅行に行けなくなった。そうなの、お父さんもお母さんも急遽仕事が入っちゃって、今年は休めると思ったんだけど、ごめんなさいね。そうですか、残念ですけど仕方がないですね。それでね、どうせキャンセルしても料金は取られるし、せっかくだから英二君と葵の2人で行ってきたらどうかと思って。2人で？どうする？葵さん、行きます。よかったわ、2人で楽しんできてね。英二君、葵をよろしくね。はい、任せてください。それとちゃんと準備しておくのよ。準備？あ、プレゼントですね。帰ってきたらお話を聞かせてね。なんか楽しんでません？二人とも何を話してるんですか？何でもないわ。そして迎えたクリスマスイブ、俺と葵さんは電車とバスを乗り継ぎ、山奥のログハウスまでやってきた。すごい、素敵なログハウスですね。うん、こんなに本格的だとは思わなかったな。近くにスキー場もあるみたいですよ、後で行きましょうか。いいけど、俺スキーとかボードってしたことないんだよね。大丈夫です、私が教えてあげますから。葵さん滑れるの？はい、友達と何度か滑りに来たことがあるので。じゃあせっかくだし教えてもらおうかな。はい、任せてください。
少し休憩した後、俺たちはスキー場に足を運んだ。ああ、無理無理。葵さんは教えるのもすごく上手で、俺は滑るどころか立つこともままならない。そんな俺に葵さんは丁寧に教えてくれて、転びまくって体中が痛くなった頃、なんとか多少は滑れるようになった。はぁ、なんとか転ばずに進むようになってきたな。エイジ君すごいです。こんなに早く滑れるようになるなんて。葵さんの教え方がいいからだよ。転びすぎて体中痛いけど明日はきっと筋肉痛ですね。間違いないね。今から心配だよ。じゃあもう一滑りしたら終わりにしましょうか。そうしたいところだけど、山頂の方はだいぶ吹雪いてきてるみたいだ。天気が荒れる前にログハウスへ戻った方がいいと思う。そうですね、そうしましょう。エイジ君の言う通り早めに戻ってきて正解でしたね。うん、この吹雪方はやばいと思う。天気予報を確認してみよう。まずいな、スマホの電波が届いてないみたいだ。え、私のスマホもです。急激に発達した低気圧の影響で山間部は激しい吹雪となっております。この状況は明日の朝まで続く見込みとなっておりますので、対象地域の方は命を守る最大限の警戒を。停電か。エイジ君どうしましょう。落ち着いて、ひとまずスマホのライトを頼りに暖炉に薪をくべて明かりをつけよう。私たちどうなるんでしょうか。もしかしたらこのまま。大丈夫、薪は十分にあるから凍える心配はないし、父さんたちもこの状況は知ってるはずだから、きっと何とかしてくれるよ。でもたとえ俺に何かあっても、葵さんだけは無事に家に帰してあげるからさ。そんな縁起でもないこと言わないでください。エイジ君がいなくなるなんて嫌です。私を一人になんてしないでください。ごめん、そうだよね。そうだ、メリークリスマス。プレゼントですか。うん、気に入ってもらえるといいんだけど。かわいい。どうですか。うん、よく似合ってる。ありがとうございます。あの、私からもエイジ君にプレゼントがあるんです。これ、マフラー。はい、エイジ君、外出の時いつも寒そうにしていたので。ありがとう、大切に使うよ。何かが壁にぶつかったのかな。エイジ君。葵さん。ん、何の音ですか。大丈夫ですか。ご両親から通報があり救助に来ました。こうして俺たちは無事救助され、自宅へと帰ることができた。数日後。エイジ君、どこか行かれるんですか。ちょっと夕食の食材を買ってくる。私も一緒に行きます。外は寒いから一人で行ってくるよ。でも寒い中一人で行かせるなんて。大丈夫、俺にはマフラーがあるからね。エイジ君。じゃ行ってくる。今日は鍋にするから準備しておいてくれる。わかりました、気をつけて行ってきてくださいね。こうしてクリスマスを機に俺たちの関係も少しだけ前進し、俺にだけ甘い彼女がさらに甘くなったのだった。